まあまあなんちゃおうね。歯のあるやつだ。いや今イワシは3匹目にか目通ししとうけんさ、まだ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 放置。このままあのマイクまでほたっと。多分は赤旗じゃいん。アラカブはでも骨はかじりくなんて。多分赤旗系やろ。やっぱりさ、本アラ仕掛けは構えるだけでテンション上がるね。なんかさ、やってるぜって感じやもん。来るコンを別にしてね。さあ、構えたけん。あとはもうカニミー頼みしかないかば。あとまあ薪へ打つぐらいだよな。さあ、平戸で、平戸の安土大島の南東側ですね。ここで昼アラ狙いです。本アラ仕掛けと吉次郎仕掛けでですね、どっちもまあアラ狙い、まあ小アラ狙いって感じなんですけど、来てくれんかな。もうちゃんとしっかり尻手もつけて、もちろんギャフも用意しております。餌はイワシですね。ちょっと今目通しで房掛けで3匹から5匹ぐらいつけてですね、まあまあそれなりに餌取りのあたりが出よってですよ。ちょっとまあ今ぐらいからこれをマゼラーでミンチ状にしていこうかなと思っております。お、ちょっと食い込みよう。いっぱい寝掛かりじゃん、そっち引っ張る。ごめんごめん。舞い込む決定的瞬間を逃さないようにですね。こっちがマナゴン専用カメラ。おザコっちゅうか、なんか餌取りが当たるようですね。で、向こうのこれがですね、阿部くん専用の阿部カメラになっております。さあ、舞い込めよ。一発。
それ鍋だどうする？いらん。どれに入れようかね。ストリンガーかけようかな。入れるとかないけん。それ食えばうまいけんな。食う食う。阿部くん。刺身食い放題になってきたのかな。お疲れ様でした。船長どうもお世話になりました。ブレード、へえ、あ、でかい、全然明らかに平ですね。はい、うまいですよ。もう全然丸と違うけんですね、本当に。あ、出る、おお、おお。ニノでもペンシルでもなくブレードでですね。ベタなぎだったんでブレードです。へえ、表層ですか、中層ですか。中層です。中層。はい。おお。ちょっとね、70ありますね。そう、重さも僕らが4キロぐらいありそうですね。あるかもしれないですね。もうちょっとエラとか抜いちゃったんで。対抗が、ああ、ね、ちょっと美味しい処理をされて。美味しい処理締めちゃってます。おめでとうございます。どうも、ハラミの方ですね。お待ちどうさまです。どうぞ見て、ちょっと。見た目、あがん見た目しとったと思うやろ。ほら。うわ。バリバリ。こっちがセミ、背中側、こうお腹側。でもそれ刺身ばってんか。うん。こい、漬け。おい。もう漬けにしたらますます何の魚やったかじゃ元のもうわからんか。ね、これ第二食わせただけで何どこ何中高級魚って言うぐらいわかる。なるほど。でこれはご飯のシャーにもよかばって、うん、あの例えばつまみにもよかし。なるほど。で
白かごの身のすぎも海鮮丼、漬け丼。なるほど。どうぞ。ありがとうございます。うまい。さあもうよかったです。さばいた甲斐のあったです。あ、ピチャ見えよ。あの魚にの見た目には思えんでしょ。ね、で臭みもなんもないでしょうか。それは釣ってすぐっていうかその殺しいる時に選ば先に切ってわざと少し海水に作っとるんですよ。でチャプチャプさせた後に脳天締めすぎんた、まあ、あの血のどんくらいいるかはちゃんと測ったのまで多分8割方抜くっとですよ、うん、なるほどね。それその時点でもうだいぶ臭みとかえぐみとか癖とかだいぶ取るっとですよ、うん、じゃーん。この綺麗な白身、あのイラなんですよ。福江でいうとこの鍋た、我々で言ったらそうですね、ハトポッポとか言いますね。実は美味しい魚なんです。いただきます。ご視聴いただきありがとうございました。また見てください。お願いします。